おおはよようございいまますエンゾーですすで4月16日朝会よろしくお願いいたしく願、えーまあ、昨日はアメリカ強い経済指標と地政、えー、学的リスクということで、えーまあ、ちょっとニューヨーク市場前半と後半で、えー、真逆な展開になってしまったということなんですが、まあ、昨日ねあのライブをやらさせていただいて、えー、終わるまでは非常に米国株も強くという。 ところだったんですが、えー、まあ、朝起きてびっくりとおはぎ屋でございます。という感じなんですが、まずはえっ、ー、と強い米国経済小売売上高を見ていきたいと思います。で、前月比で0.9から0.7%に、えー、売上が伸びた予想0.3だったということで、そもそもこの前月比の0.9っていうのも0.6から情報修正だったんですよね。で、リーテールコントロールっていう。まああのー？ 見方があってこれは小売売上高の中から自動車、ガソリン、建築資材、外食などを除いた分なんですが、まあ、ここも注目されるカテゴリーなんですが前月比0.3から1.1に増加予想0.4%ということで、まあ、非常に強かったわけですよね。でこれでオンライン売りこれオンライン売上高が結構急増してたというところもあります。でそうですね。あのー まあこちらなんですすがとか出ていますよねでこれが非常に強かったということで、えー、これに対してモルガン・スタンレーはこの小売上高を受けて第一四半期の国内総合生産 GDP ですよねこれがの予想を2.4から2.7%に引き上げたというところですよねまたこれが非常に強い、まあ、小売が強いということは個人消費強いっていうことなんでということはアメリカの うーんまあ、所得がはまあまあ良くなってるのかなというか皆さんあの消費意欲が強いのかなというところですよね。でアメリカのこれ10年歳の利回りなんですがこれ見ていただいて分かるように、まあ、4.5%付近でこう,うろうろとしていたわけなんですが、えー、小売上高の数字を受けてここですよねポーンと。あのー ギャップをを開けてて超えて、まあ、その後一時4.66ぐらいまでですかね行ったんですがやっぱりあの後半は株価も下落したんであと地政学的リスクですよねあのイスラエルの報復があるんじゃないかということが昨日の時点ではアジア市場の時点ではイランの攻撃に対してイスラエルが反撃しないのではないかみたいな期待感から 株が上がった部分もあるんですが、まあ、そんなことはないよということで株,あの株が落ちて、まあ、それで、えー、その分債券にお金が向かったというような感じでしたよね。で、えー、っともう一つニューヨークレンギン製造業景況指数これも同時に拘留売上高と同時に出たんですがこれはあんまり良くなかったですよね。前月の点から予想とということで まあよ前月よりは改善したんですがこちらですよね。 えとまあ、まだマイナスであるし、まあ、ニューオーダーなんかもマイナス17.2からマイナス16.2改善はしてるんですけどまだよろしくないシップメント出荷もマイナス6.9からマイナス14.4ということでこちらのニューヨークレンギンの方は筋良くなかったんですよねでも良くなかったんですが氷があまりにも結構すさまじく強かったんでそれを打ち消してしまったという流れになりましたね あと、n h b 全米住宅供給業者協会かな、えーのえー、っと、住宅建設業協会ですよね、建設業者協会の発表した NAHB ウェルズファーゴ、AH、住宅建設業指数というのがあるんですが、まあ、こちらは51で横ばいということで、 一、うんまあ、時34まで昨年の11月落ちてたんですがそこからはだいぶ改善してきてるなあというところで、まあ、ここら辺多分アメリカの長期金利との関係あると思うんですよね金利が落ち着いてきてた5%ぐらいからセン 4, 点、まあ、1時4近くぐらいまで落ちてたんで住宅ローンの、あのー、利回りが低下してた、まあ、そこら辺良かったんですがここまた直近になって アメリカ長期金利上昇してきてきいますよね、まあ、そうなってくると,、えー、っとこんな感じですよね一時こう落ちてたんですが、えー、っとそこからこう今また上昇してくると住宅ローンの利回り上昇しちゃうんでそうするとこれ住宅にとってはマイナス材料になるかなというところなんで、まあ、そこら辺ちょっと見極めなきゃいけないですよね。はい、そんな動きになったわけなんですが。 それで結局、アメリカの17歳利回り、まあ、長期金利、さっきみたいに上昇したんですけど一番高いところからは低下したというところですよね。で、アメリカの長期金利の,あのまずは、えー、小売り売上高,高高いぞということでアメリカ景気好調ということで株も上昇スタートだったんですが、えー、結局、アメリカの長期金利の上昇。 まあ、金利の上昇っていうのは株価にとって基本的にはマイナス材料なんで、えー、とあとは地政学的リスクですよねイスラエルの報復実はあるんじゃないかそうなった場合戦線が拡大するんではないかまあそんなリ,、えー、リスクから株が結局落ちてダウマイナス 0.65%SP マイナス1.2ナスマイナス1.79の。 下落とということでアメリカ市場にとっては、えっと、2日連続の下落にこれになってしまいましたよね、えっと、ダウ平均なんですが落ちて上がってスタートしたんですが結局金曜日の割値を下回って、えー、3万7735ドルぐらいで終了。も 金曜日の終わりを上回って5160ポイントぐらいまで上昇してスタートしたんですが結局より点付近ということで落ちて5060ポイントでナスダックまあナスダックも1万6300ポイントぐらいまで上昇したんですが結局引けにかけて1万5885ポイント付近まで下落ということで。 まあちょっと株価さえない動きになってしまいましたよね。アメリカにとっては2日連続の下落なんですよね。日経平均の方は先物、えっと、アジア時間からあのニューヨークの日経、えー、3万8850円ぐらいだったんですがそこから上昇して一時3万9500円までちょっとこれ。 あのまあ、その前、東京市場でも3万9200円ぐらいまで上がってたんですよね、でその後ニューヨーク市場オープンにかけてこう上昇したんですが、結局は米国株下落ということで、3万8700円付近ということで、金曜日の終わり値を下回ってきたんで、まあ、ちょっと今日東京市場、厳しいところかなというところですよね。はい えーまあ、そんな流れになってきて、まあ、ヒ,ートパンヒートマップ見てみましょうか米国株はいもうちょっと真っ赤っかですよねかなりあのー、どれもこれも少しあのー、ねえうんやばいかなという感じなんですが、まあ、ゴールドマンなんかはあのー 市販機の利益が予想を上回っったた決算良かったですよね、うん、アップルも2%の下落ということで第一四半期のスマートフォンの出荷が10%減少したということで、まあ、これは調査会社ですね調査会社の調査によるとということで iPhone いまいちというところですねあとテスラも5.6%下落ということでテスラは従業員の10%以上を解雇するというところで になってるようですはいでそうですね、ビッグ数も19.23%に上昇ということで、ちょっとボラティリティ高まってきましたよね。うん、で、ドル円なんですが、えー、っと昨日アメリカの小売り売上高が、まあ、じわじわと,、えー、と153円を超えた後強かったんですが。 小売上高を受けて150円を一気に突破して154円の4、4045ぐらいまで上昇、その後、ちょっと下落というところになってます。まあ、ちょっとあの強いですよね、ま,あ、まずはこの154円割れ、ピポットで見ると153円の90付近がサポートできるかどうか、これ、週間ピポットのレジスタンスの位置も153円の90付近なんですよね。 ここを維持できないと155円トライというところになるんですが、まあ、一応週刊ピポットのレジスタンスが154円の57、デイリーピポットが154円の80付近にありますね。で、155円に関しては、オプションバリアーまだあるっていう話になってますので、まあ、オプションのバリアーあるとすると、155円の手前はもみ合うかなというところで、 まあ,あとは昨日なんかもボラティリティ上がってきましたよね、ドル円の上昇強くて、まあ、ユーロ円も昨日はあはニューヨークでえーと金曜日、ですね地政学的リスクを警戒してクロス円がすごく落ちたんですよね、円高になったんですよね、162円のユーロ円ですから40までいった後東京市場ではその地政学的リスク改善、ドル円の上昇などを受けて。 えー、クロス円が上昇で、まあ、164円の40までいったんですがさすがにちょっとドル円が落ちたことで164円の80付近にいるということでうんのの流れとしてはドルドル高ドル高円安の流れになったわけですよね。まあ、そうすると円全面安ということで、まあ、介入がここで入ってくるのかどうかなんですが、まあ、まずは。 うーんどうでしょうね、財務省も当局も155円を抜けるかどうかを見るんじゃないかなと思うんですよね。で、見て反発するようである、えー、抜けていくようであると、ちょっと介入は危ないかなと思うんで、55円の手前で出るかどうかっていうのは、ちょっと、もし本当に55円にオプションバリアがあるのであれば、まあ、当局としては、そのバリアーでどれだけ止められるかっていうのを見たいところじゃないですか。で うんまあそれが効果がなくて抜けちゃった時に介入するっていうまずはその155円のバリアがあるとしてまあこれマーケットのあくまで噂なんでねでそこである程度ドル売りが出ることによってマーケットを抑えられる。 それを使わない手はないなと思うんですけど、まあ、どうでしょうね、いずれにしろやっぱりさすがにこのレベル、155円を超えていくと160円を目指す動きになってくるんで、そうなってくると、んまあ、ちょっと当局としても雑誌できないところかなというふうには思うんですけどね、まあ、そこら辺を見ていきたいという、あと株価が落ちた割には、黒線があの昨日はニューヨークの後半で落ちなかったんですよね、高値から20銭、まあ、50銭ぐらい。 でこのニューヨーヨク金曜日のニューヨークの動きを見ると、この時は株価の下落によるリスクオフで円高になって、まあ、一応リスクオフの円高で昔に戻ったかなというんですけど、昨日はそれが株価がさらに落ちてるのに、あの円高にならなかったとっいうのは、これが円がさらに売られることなのかなというところで、まあ、ゴードレンとかニュージーエンというのはもともと反発が弱かったですよね。ニュージーージンン一番反発しててなくてユーロとボンドとド えとまあ、スイスフランもリスクオフなんでこれ余計買われますよねスイスがね。あとカナダ円も、えー、資源通貨なんで買われてるんですけど、まあ、このユーロポンドスイスカナダあたりが強くて、えー、5ドルニュージーオセアニアが弱いという円安の中でもちょっと二極化してるわけなんですが。 まあ、いずれにしろ金曜日リスクオフだったので円高になったのに今回円高にならなかったっていうのがちょっとやっぱり円の弱さが際立ったっていうのが昨日のマーケットだったと思います、まあ、いずれにしろうん今のままの流れとしてはやっぱりドル高円高になりつつあるなってるんですけどちょっとやっぱり介入警戒感なんでここから上は買っていけねなっていう感じになるかと思います はいえー、それと、あと今日は中国の経済指標いっぱい出ますので中国も減安というところで、まあ、そこら辺、まあ、おそらく中国とかもうーんそこら辺気にしてると思うんで減、まあの動きも見ておきたいというところですよね。あとは英国 うーんまあ、雇用統計がありますし、細かい資料いっぱいありますよね、アメリカは住宅着工とか建設許可、あとカナダの CPI あたり、あと航行業生産ということで、あと、バーナンキスさんの発言とかが結構、まあ、深夜ですけどありますので、そこら辺、えー、ごめんなさい、バーナンバーバーキンさんですね、ごめんなさい、バーナンキスさんも、バーキンさんとかパウエルさんとか、ウィリアムズさんとかの発言もあるようなんで。 そこら辺をちょっと注目したいかなというふうに思います。はい。えー、ということで、えー、っと、おまあ、ここら辺、チャートを見ていただいてお分かりいただけるように、あの、のあそうだ、新聞見ておきましょうね。ちょっとまだ時間あるんで、えー、っと、Google の広告処分、まあ、えー、っとホリエモンとか、あのー、前澤さんとかがね、あのー、 メタとかあそこら辺の広告有名人の写真使って、えー、と規制が、ねまあ、ぬるいとか言ってあのまあ当たり前ですよねそれプラットフォーマーなんとかせんやって感じたんですがあとイスラエルの報復ということで、まあ、これ、ね、ネタニヤフさんとの延命策にもつながってんじゃないかというようなこの日経の記事ですよねで今朝の5本ということでやっぱり円の154円の下落 のこととか、まあ、孤立へ、売上高がの伸びてる、まあ、ゴールドマン・サックス好調のようだったんですよね。あと、時勢がイスラエルできるかどうかというところになってるかと思います。はい。えー、あとは、そうですね、あのこのチャート、JFX さんのチャートなんで、JFX さん、いろいろ、あのー、スケルピングも OK という。う まあ信頼でできるう、FX、業者さんなんな、まあ、この、あのー、マルチタイムのピボット、週刊とデイリーがこう載ってる、僕ピボット使ってトレードするんで、まあ、これ、e 像オリジナルなんで、JFX さん、講座もしいい開く、あるいは JFX さん持ってて、えー、既存の方でもお連絡していただければ、このイン,、あのー、インディケーター使えいますので、もしこのマルチタイム、 欲しいなっていう方がいらっしゃれば JFX さんにコンタクトしてみてください。まあ、概要欄にそこら辺、えー、講座と等々のお,お話は載っています。すいません、ちょっと宣伝ばっかりになってしまったということで、まあ、今日もちょっと介入計画が一段と高まってるんで緊張感を持って市場をウォッチしていきたいと思いますということで、今日ちょっと天気悪いかな。えー、お仕事頑張って、えー、行ってらっしゃい。はい